はい、どうもサックです。高橋です。今日はですね、天才 IT 大臣オードリー・タンが初めて明かす問題解決の4ステップと15のキーワードという本のご紹介をしたいと思います。はい、お願いします。こちらの本ですね、あらゆる難題を解決する思考法を大公開ということで、こちらの本をご紹介したいと思います。この本どんな本かと言いますと、この本はこの世の問題をいかに解決するかということが書かれた本になります。この本の著者はオードリー・タン氏ですよね。皆さんご存知かと思うんですけど、この方はですね、コロナ禍で世界から注目を浴びた台湾の IT 大臣になります。 IQ180 以上の大天才で、中学を自主退学したにもかかわらずビジネスを成功させて、19歳の頃にはあのシリコンバレーで起業してます。ちょっとレベチですね。もう完全にレベチです。まあ、現在は台湾の IT 大臣をされてるんですけども、非常に話題になった方ですよね。この著者のすごいところは、その天才ぶりだけじゃなくて、その考え方にあるんですよね。はい、その素晴らしい考え方が凝縮されたのが、本書になるわけなんですね。なるほど。はい、この本は問題解決の本なんですけども、ただですね、本書で言うところのこの問題っていうのが、個人個人の問題っていうよりかは社会が抱える問題のことを言ってるんですよ。なるほど。かなり規模が広いんですよね。いかにこの世の中を良くしていくか、社会問題を解決するかっていう、いわば人類視点の問題の解決方法っていうのを書かれてるんですよ。この方神もうだって人類視点の問題って、僕人生で今初めて使いました、人類視点の問題っていう言葉をそんなことが書かれてるんですけど、はい、しかしそれではですね、あんまりこれを見ている方々はちょっとピンとこない話も多いと思うんで、話がでかすぎてね、ピンとこないと思うんで、はい、今回は本書に書かれていた内容を個人の問題解決に当てはめた視点で解説したいと。そういうね、やっぱ身近なとこまで落とし込んでもらえるとね、そうしないと分かりにくいと思うんでね、なんでそんな感じで話したいと思います。最強の問題解決能力を手に入れて、最高の人生を送りたいって方はぜひ最後までご覧ください。お願いします。ということで内容入っていきましょう。サックとタカシのおしゃべり本要約。今回ね、問題解決の4ステップってなってるんですけども、今回ちょっと3ステップで解説させていただきたいと思います。わかりました。まず1つ目、問題を見つける、こちらになります。問題を見つける最も簡単な方法は、各当事者からひたすら話を聞くことです。要は傾聴ですよね。なるほどな。これが問題を見つける。でもそりゃそうですよ、ね、そうなんですよ。どんな状況でもその状況をありのまま説明できるっていうのはもう当事者だけなんですよね。当たり前ですけど、なので当事者からひたすら話を聞くことが問題を一番手っ取り早く見つける方法になるわけなんですよね。この話を聞くとき、ただ聞くだけじゃなくて、頭の中に生まれた反論とか意見を無視して、相手の心の声に耳を傾けて理解に努める。もうこれも傾聴ですよね。いわゆるこれをしろということを言うんですよね。例えば友達が昨日はよく眠れなかったって言ってきたんだったら、自分ならそんな時どんな感じがするだろうっていうふうに考えるんですよね。そう考えると、もし自分が睡眠不足なら相手にゆっくり喋ってもらいたいなとかっていうふうに考えたりするわけじゃないですか、はい、そんな感じで、解決方法も見えてきたりするわけですよね。このように話を聞くっていうことで問題は見つかって、さらに相手の状況を理解しようと努めることで、自分ごとのように問題が明確になっていくわけなんですよね。なんでまず問題を見つける段階でしっかり聞けと、聞くことで問題は明確化するということを言うんですよね。まず聞け。ここでも傾聴のスキルが問われるということになるわけですよ。傾聴って命ですね。大事ですよね。この大天才が傾聴大事って言ったら、ほんまに大事なんやって思いますよね。ということで問題を見つけました。じゃあ次は問題を共有します。このさっき話を聞けって言ったじゃないですか。話を聞くってことは対話してますよね。この対話を著者はできるだけ全体に公開して共有するべきだって言うんですよね。これちょっと話大きくなるんですけども、例えば公的な場での対話はもう全てネット上でオープンにして、誰もがそれに対して意見を言えるようにすることで、より良いものが生まれるっていうふうにこの方はおっしゃるわけなんですよ。著者曰く、全ての声が知恵だということを言うんですよね。いろんな視点を自分の中に取り入れて知識を増やせと、増やすべきだと言うんですよね。自分だけのたった一つの視点だけではゼロサムの結論しか出ないって言うんですよね。でもゼロサムっていうのは、要は片方が得をすると片方が損をするっていうことです。
そういった思考しかたった一人の視点じゃ見つからないということを言うわけなんですよ。そうです、両方が笑顔になれるような知恵と意見を考えよう、そういうことなんですよ、ってことなんですね。そうなんです。なのでたとえ個人の問題だとしても自分一人で解決しようとするよりいろんな視点を持って解決に当たる方が絶対いいんですよね。間違いないですね。そうなんです。でこのですね、情報をオープンにしてみんなで共有するっていうのがこの著者の主張の特徴でもあるんですよね。もうこれがこの本のメインテーマと言っても過言じゃないんですよ。オープンにしていこうって言うんですよ。著者はですね、自分が参加する議論っていうのはもう可能な限り全部公開してるって言うんですよ。そうなんです。そうすることでいろんな視点っていうのを受け入れることができてより良いものが生まれるというふうに言ってるんですよね、はい、著者にとって思想っていうのは誰か一人だけで想像されるものじゃなくて集合知の結晶でありみんなのアイデアを凝縮したものだということを言うわけなんですよ。もう何でしょう、なんかこう世界を想像するかのようなもういいね、なんかちょっとやっぱ次元の違うこと言ってますね。なんか一個上の次元の話してる感じ。集合知の結晶って、そうなんですよ。どっかで使いたいですねなかなかないですよ、まあ、著者自身ですね、まあ、自分が今まで得てきた知識っていうのはオープンアクセスできるものから得てきたっていうふうに言うわけなんですよ。なので著者が自分の持ってる情報をオープンにするのも、まあ、その恩を返してるだけだということを言うんですね、まあ、このレベルまで行かれる方って、はい、もうギバーと言ったらいいんですか。そうですね、何も隠してないんですよ。隠しがちですよね。そうなんですよ、この情報は、ね、この、ね、知識とかこのアイディアはもう自分だけにして自分が得しようって思っちゃいがちですよね。ただもうこのレベルの人になるともう全部オープンにしてると、でそれがいいもん出すんだということを言ってるんですよね。なので個人の問題や自分が今持っている情報も自分一人で抱え込まずにできる範囲でオープンにしていろんな視点を加えることでアイディアっていうのは最高のものになりますよということを言ってるんですね。素晴らしい考えだな。なので、まあ、個人個人の問題もですね、自分一人で抱え込まずにまずはオープンにしていきましょう。そして問題を共有しましょうということを言うわけですね。で問題を共有したら最後に問題をみんなで解決するっていうフェーズに入っていくわけなんですよね。まあ、このようにですね、情報をオープンにすることで得られる恩恵っていうのはこれだけじゃないんですよね。情報をオープンにすると全世界から助っ人が現れるんですよ。こんなことで困ってるよっていうふうに発信すると助けてくれる人ってね、必ず現れるんですよね。これが世界のすごいところです。さらにそうして得られたアイディアっていうのは自分を助けるだけじゃなくて、それをオープンで見ている他の人も問題解決の一役買う可能性があるんですよね。まあ、このようにみんなが集まって良いアイデアが生まれたら、それをさらに社会に拡散することで社会全体にも役立つということを言うわけなんですよ。なるほどね。でさらにその拡散されたアイデアをもとにまた別のアイデアが生まれて、それがさらに拡散されて別のアイデアが生まれてって言ったように、情報をオープンにしてみんなのことをみんなが協力することでアイデアは無限に生まれるということを言うわけなんですよね。もうすごい領域まで話膨らんでますけど、でそれが個人の問題解決を助けて、ひいては社会全体の問題解決に直結するよということを言うわけなんですよね。またですね、自分が情報をオープンにすることで新たなアイデアが生まれるっていうことは、自分が別の問題に直面した時に新たに生まれてきたアイデアで対応できる可能性もあるわけなんですよね。なので良いアイデアとか解決策が見つかった時っていうのは、独り占めせずにそれを社会に拡散することで最終的にこう回り回って未来の自分を助けることにもなり得るわけなんですよ。要はね、このように問題から解決まで全てをこうオープンアクセスにするして、もうみんなで考えようっていう感じでいくと、もう得られる恩恵は計り知れないということになるわけなんですね。この個人だけを助ける、まあ今ね個人の話してますけど、それが社会全体のためにもなるよということを言うわけなんですね。もうなんか今聞き話してて、はい、ギャラクシーな感じ。ギャラクシー、あ、もう、もう銀河ぷわーって星が開いてるイメージが、星が光ってるイメージが、もうかなり壮大な、僕はいました。なるほど、うん、やっぱりこのね天才 IT 大臣はただ天才なだけじゃなくて、もうこういった考え方がもう非常に素晴らしいんですよ、はい、でもうなんせオープンにしようということを言ってるわけなんですね。これがオードリー・タンの問題解決なんですね。なるほどな、すごいわ。なんか問題解決っていうとなんかかなりちっちゃく閉じこもったような、ね、イメージもあるかと思うんですけども、なんか深掘りするとかね、僕たち の、ね、本であのこの要約でもこう、ね、問題を深掘って考えようっていう、ね、書くこともあったけど、やりましたけどね、うん、まあそういうのも大事なんですけども、その考え方も大事だけど、このギャラクシー的な考え、ギャラクシー的な考え新しい言葉で人類レベルの解決法ってこと、そういうことなんですよ。それを考えていこうと
いうことを言うんですよね。何しろこの本のもうメインテーマはもうオープンアクセスですよ。もうみんなで考えてみんなで解決しよう。アクセスしようよ。もう僕たちも君たちもみんなアクセスできるはず。アクセス。そうして問題解決はどんどん進んでいくということを言ってるわけですね。はい、ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。